性が指摘されていました。しかし E484K など他の変異についてもワクチンの効果があったということです。ファイザーなどは現時点で変異ウイルスに対する新たなワクチンは必要ないものの、ワクチンの効果を弱める変異型が出現したら対応する用意があるとしています。